歴史があなたの遊び場です。アブスターゴ。新人さんね、最近アブスターゴ歴史研究者がロンドンで新プロジェクトを立ち上げたの。知っての通り、アブスターゴが動くときはテンプル騎士団が関わってる。彼らは新たなエデンのかけらを狙っているらしいの。ロンドンのメンバーに探ってもらってる。ビショップ、ジェイコブとエビーフライは双子よ。最高じゃない？噂をすればカメラを起動して。画像が来たわ。検証時間はどれぐらい？もうすぐよ。選別が大変ね。なるべく早く済ませるわ。待ってて。武器が似合わないわね。ちょっとしたバグを仕込んでどうなるかお楽しみ。これはイザベル・アーダントが数時間後に誰かと会う予定。誰が会うかは。誰と会うかだろう、レベッカ。それはここの間抜けどもから調べればいい。待って、任務はロンドンにあるエデンのかけらの情報を集めることでしょ。決まり。早くこの新しいおもちゃを使ってみたいね。二人ともそうやってすぐに脱線する。さて、深呼吸して話を先へ進めましょう。ジェイコブとエビーの生涯を通じてエデンのかけらを探して、ビクトリア朝時代のロンドンにいた双子のアサシンよ。最初の遺伝子記憶をダウンロードしたわ。頼むわね。同胞ジョージ、恐れていた通りロンドンは陥落しました。これまで3度手紙で助力を求めましたが、全て返事は同じ沈黙でした。また手紙を書くのはそれだけ必死であり、他に手段がないからです。僕もロンドンもあなたの力を必要としています。あなたは手に余るだとか攻撃の機会ではないというのでしょうか。あるいは今は耐えろと。そうしている間にもテンプル騎士団は確固たる力を手にしていくでしょう。支部長に選ばれたのは冷酷で完全主義の、まるでレジナルド・バーチのような人物です。彼の名はクロフォード・スターリック。世界の支配を目論んでいます。彼の力はあらゆる場所に及んでいます。今や全ての産業を冷酷に操っているのです。昼間は堕落した商人と腐敗した政治家だけが栄華を極めています。夜はブライターズと呼ばれるたちの悪いギャングが街をうろつき、人々を震え上がらせています。どんな事業も不正に手を染めずには行えません。騙され、強いられ、誰もが搾取されているのです。敵は彼らの指導部のための計画を進めています。内情を知れば知るほど恐ろしいと言わざるを得ません。クロフォード・スターリックの野望は壮大で、かつ揺るぎないものです。国家や大陸までもがその手に落ちるのもそう遠い未来ではないでしょう。なぜなら以前から何度も警告している通り、スターリックは理解しているのです。ロンドンを制する者が世界を制するのだと。鉄はここから出荷される。テンプル騎士団の統括者はルパート・フェリス。これが第一の標的。第二はデイビッド・ブルースター卿。奴が手に入れたガラクタは我々に破滅をもたらしかねん。君らでやれそうかね。誰に言ってる？ああ、これは失敬。ご覧ください、無敵の双子、夜のコベントガーデンの主、フライ兄弟のご登場です。何も問題ない。研究所は調査済み、全て把握してる。必要なものはこれだ。よろしく言っとくよ、フェリス。後でね、ジョージ。列車が出る。ジェイコブ、エビ、心情の一撃があらんこと。
気の毒な人ひどく怯えてる。時の流れは残酷。エビーフライすごいこと言うな。お互い様よジェイコブ。死なないでよ。こいつはいつまで騒いでるつもりだ。仕事の邪魔をするんじゃない。黙らせてすぐに機械を直すんだ。ああ頭痛がする。待ってろよ。扉が開いてフェリスのところへ行ける。検査官だ。こいつ死んでるぞ。お前も殺してやる。とっとと逃げろクソガキ。命乞いそうだ。逃げつけてやる。高いところへ行くか。
ミスター・フェリス、行員を一人手当てのため薬局に連れて行かねばなりません。よろしい。ただし給料から差し引け。はい。取引を終わらせようか、ミスター・フェリス。
終わりだな。それで？これでどうなる？小僧、私はスターリックにとって一本のネジに過ぎん。大きくともただのネジだ。奴もすぐに後を追う。気が済むまでロンドンを駆けずり回るがいい。優しいね。我々は100年かけて強固な構造を作り上げた。1000年かけても崩せまい。もはやこの街そのものだ。俺たちだったらロンドンを解放できる。クロイドンからか。影に隠れる臆病者に何ができる。無駄だ。